最初の演奏は関東甲信越ブロック代表、栃木県立氏家高等学校です。はい、氏家高校の皆さんですけども、昨年の全国コンクールで銀賞を受賞されたんですけども、篠原さん、今どんな気持ちですか？はい、去年はとてもラッキーでした。本当に、はい、おめでとう。でも今年もね、また頑張ってこちらにいらしたんですけど、それでは田代さん、その氏家高校で一番こう大切にしてるっていうか、はい、どんなところでしょう？美しい日本語で心を伝えるということを大切にしています。あ、素敵ですね、それはね。はい、それでは氏家高等学校の課題曲をお聴きください。Thank you.
宇治高等学校の課題曲でした。続いて